こんにちは。本日は2021年の2月の7日日曜日です。ここは西武狭山線の西武球場前駅です。ただいま来ました、こちらの 101系。 普通今までは見られなかった光景です。もともと101系というものは西武線各地で走っておりましたが、今では2000系やそして2万系、3万系などの大き会社の増備により少しずつ運用を撤退し始め、引退をしているというのも事実だそうです。その車両が今回、初めてではなかったと思いますが、8年ぶりや9年ぶりというとても長い復活を遂げてこちらの狭山線に帰ってきました。今回はこちら101系が狭山線にデビューしたということで乗車したいと思います。またそれ以外にいろいろな撮影等101系に関してはさせていただいておりますので、その関連動画も当チャンネルでアップさせていただこうと思いますので、そちらもぜひよろしければご覧ください。それではよろしくお願いいたします。西所沢というふうに行き先表示器も書いてある通り、ほとんどこの狭山線は西武池袋線と直通運転をしています。かなりの本数ではなかったと思いますが、やはりこの西武球場前という名前の通りだと思いますが、西武球場が開催されている日、試合とかがある日だったと思いますが、その日ではたくさんの直通運転、横浜から元町中華街からなどたくさんの各方面からここまでやってくる電車が多数いますが、今では新型コロナウイルスの影響を受けてそういう列車はあまり運転をされていません。なのでなかなか狭山線もローカル的な気分で乗車することができて、やっぱりこう東京から自粛ということでいろいろ行けなかったということがあっても、やっぱり狭山線を乗ると、ああこういう路線も東京都内にはあるんだなということが思います。都会のいわばローカル線というふうな感じの雰囲気が結構するものです。狭山線は単線で運行されておりますから、途中の下山口駅だったと思いますが、そちらの下山口駅で列車交換ということになります。列車の行き違いなど、あまり東京では見られませんからね。そしてこの101系、なかなか面白いことに池袋線では結構撤退が進んでいた3扉車での運行です。4扉車で最近は運用されることが西武鉄道では一般的になりましたが、もともと西武鉄道はどこも直通運転がない、大正とか昭和の初期ぐらいの時代だと思ったと思いますが、その時はずっと黄色い電車が3扉で運行されていました。その名残をものすごく感じさせてくれるのも101系の魅力の一つかなというふうに思います。列車は間もなく新所沢ではなく西所沢に着きます。この西所沢駅はとてもカーブでね、いい曲線を描いてくれるので、とても撮影がしやすいらしいですね。まだ、登場というか復帰してから7日目ということもあって、なかなか多くの鉄道マニアがこの週末の西所沢の地を訪れていました。って言ってもさすがにね、そんなにこう密になるような大人数で来てるわけではありませんが、でも普通の人からしてみれば、なんだちょっと不思議な賑わいがあるなというふうに思う方ももしかしたらいらっしゃったのかもしれません。12時何分発か忘れましたが、12時1分発の西武球場前行きをもってこの101系はまた、車両基地である小手差へ帰っていきます。なのでこの列車が最終運用のため車庫に引き上げていくんですね。そして引き込み線へ入って、その後この折り返し車庫の回送電車として小手差の車両基地へ入るということになっています。皆さんもぜひ乗ってみてください。多分平日とか休日でも動いてることが多いと思いますのでね、ぜひ乗車してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。